それではお待たせいたしましたトークセッション今後求められるアスリート像とキャリンシエプログラムの方向性を始めてまいりますご登壇いただきました皆様をご紹介いたします法政大学キャリアデザイン学部教授田中健之助様株式会社 MP&C 代表取締役社長青山学院大学産学連携コーディネーター 森下直樹様バスケットボール解説者元女子バスケットボール日本代表原田優香様元サッカー日本代表岩政大樹様大ブ株式会社代表取締役元サッカー日本代表鈴木啓太様 トークセッションの進行は引き続き真鍋が務めさせていただきます。皆様よろしくお願いいたします。それではお座りください。それでは今後求められるアスリート像とキャリア支援プログラムの方向性について、今回は四つのテーマに分けてトークセッションを進めてまいりたいと思います。まず一つ目のテーマです。 こちらですね現在のアスリートのキャリア形成に関する環境についてということで、えー、皆様のそれぞれの立場からお聞きいただきたいと思うんですけれども、えー、まずは森下様はい、えー、じゃあ私株式会社 MP&C セガサミーグループエンターテインメントの会社でこれからスポーツのビジネス15.2兆円に向けて、えー、少しでもお手伝いできればなということで頑張っております。あとももう一つあの田中先生がございましたけれども 青山学院大学の方で、三学連携コーディネーターという形で、まあ、特にスポーツに軸足を置いて、まあ、これからは民間企業の力をですねもっと教育の現場に入れていこうということで、今、青山学院大学の方でコーディネーターの方をやらせていただいております。よろししくお願いいますあの今日ははこういうね、えー、世の中はコロナが どこかしこもそういうニュースの中で、あのー、この日を迎えることができたの本当に感謝しております、えー、今日ここまでリードしていただいたスポーツ庁の皆様と、えーまあ、コンソーシアム、えー、JSC 並びに ADK の皆様特に JC の笠原さん、えー、ご苦労様でございましたで今日あのー、報道のメディアの方も、えー、来られているということなので 僕一つこのテーマの前にお願いをしたいのが今、2020年東京オリパラ開催するかと騒がれてますけれども今まで開催する前はです、ね、レガシーというワードがすごく流行ってたんですけどここ最近、なかなか出てこないとでなんで出てこないんだって考えたときに実はレガシーっていい言葉なんですけどいいレガシーがないんじゃないかなというところも実はクエスチョンで。 えー、いましてまさに今日、えー、先ほど JC の今泉、えー、さんがですね、えー、アスリート・ネクスト・ファンド、あってますか、はい、を、えーまあ、立ち上げるというところは、本当こう、未来の日本を引っ張っていく上でえで、ー、一つ大きなですねレガシーなんじゃないかなという、そういう,こう記念すべき日ですので、ぜひ報道の方、メディアの方ですね、 そこが明日の活字まあ今日の夜ニュースのトップにですね出てくるようにぜひ書き物を書いていただければと思いますで、すいません喋ってしまいましたあのアスリートのキャリア形成に関する環境についてということなんですけどここにいるお三方はですねどちらかというと僕とはちょっと違うまあ先ほど先生 おっしゃれたデュアルキャリアの部分でいくとアスリート大成功されて今に至るという部分なので後ほどどういう環境で育ってきたのかとかその点のいいところ悪いところも聞きたいと思うんですけど僕はどちらかというとサッカーをずっとやってまして J リーグを目指してですね岩政さんや圭太さんみたいに代表を目指してたんですけど残念ながらダメだった方の。 人間ですでもしかしながら2、えー、つ自分にはですね、えー、ちょっとこれさっき先生のお話を聞いて、えー、まあキャリアの中でも自分はな結構デュアルなところを、えーまあ、恵まれた環境でいけてたのかなと思ってます。で1つは、まあ、今青山学院大学お世話になってますけど青山学院初等部、えー、私下からですねお受験経験なしに。 あの最初は、まあ、お受験ですけど、えーまあ、経験なしにやれてきた、えー、環境にいましたで馬金基地諸島部というところが本物体験をすごく重要視するところでもう本当にトップアスリート皆さんのような日本代表のアスリートが一日指導とかしに来てくれるんですねで今大人になった今でももう明確に覚えてるんですもうそのアスリートの一言一言っていうのがもう心にぐっと刺さってですね 俺もこういう人になりたいというそういう本物を大切にするということで修学旅行行くにしてもあの船の上で1週間種子島までこう苦しい波に揉まれてですね、まあ、みんな船酔いほとんどするんですけれどもそういう自然の厳しさをやったりですとか雪の学校といって普通はスキーを教えるとかっていうんですけど違うんですね雪の寒い苦しい環境の中で学校をやるんですね。 なのでこう雪の上をそりで食感を運んでえちょっとふざけてるとお味噌汁こぼしちゃったりとかっていうそういう本物をえ大切にする学校で育ってなおかつ通知表がなかったということでまあ私頭の方はもう本当に筋肉なんですけれどもすごく自信を持って大人になっていったとであともう一つはやっぱサッカーを真剣にやってえましたのでアスリートに必要なえまあへこたれない 目標に向かって頑張る力を持っているチームと達成した時の喜びを知っているとかねそういったところがあって、まあ、社会に出てですねアディダスというですねブランドで日本サッカー協会さんのお手伝いもさせていただいて2002年の日韓もなんとか成功させてですね、まあ、トイックのテスト今でも500点ぐらいなんですけれども、まあ、ドイツ本社英語でですね トイック500点の私がアディダスジャパンのまあ日本人トップとしてですね、えー、引っ張ることができたという、まあ、ちょっと奇跡的なこれデュアルキャリーに近いんですけれども、まあ、そんなことで、えー、またまたまですね僕はそういう成功、まあ、環境に恵まれてたかなと思うんですけれども、うん、まあこの辺逆に、えー、僕とは違うですねスポーツで成功された、えー、まあ環境というのはどうだったのかなということでちょっとイ太さんの方から聞いていきたいなと思うんですけど。 僕はあの静岡県の清水というところで育ったのでもうあのサッカー選手になると決めたんですよねあのまず決めてしまったんですよで奇跡的にサッカー選手になれてでもなったときにです、ね、僕自身そんなに上手い選手じゃないですし試合に出れるかどうかも分からない選手だったので次のキャリアっていうことをもうすでに考え始めてたんですよで これも実際に先ほどの話の中ではすごいこうシンクロするなと思ったんですけどプロティアンで僕の目標は60歳七70歳の時にかっこいいおじいちゃんになりたいなっていうのが一番の目標なんですねだからサッカー選手っいうのは手段でしかなくてじゃあその後のビジネスは何しようかっていうのはその後にこにいろいろな経験をしていく中でこう感じることはあったんですけど、うん 普通にこうただサッカー選手じゃ嫌だなっていう自分もいたんですよ、うん、だからなんかこう自然とそこでこうプロティアン、まあ、自分で言うのも変ですけど、うんうん、えサッカー選手だけで終わりたくないなっていうのを感じてたので、うん、なんかそういう意味ではこうキャリア形成っていうところでいうと人生そのものがキャリアっていうのが僕の頭の中にもうすでにあったので、うん、それをこう なんていうですかね、わかりやすく説明してくれて、うん、勉強になるなとは思ってたんですよ。うんうん、いや、なんかお母さんの教えがひょっとして聞いてるのかもしれないです。どすな腸内細菌でしょ、はい、要は健康資本としてって、小さい頃から言われた時に、思い出さないかもしれないですけど、はい、ひょっとしてお母さんが、いや。サッカー選手としてやるのはいいんだけど、その先のこともね。<あ>ちょっと考えとけよみたいなこと言ってると思うんですよ。そうです。あの、逆にです、ね、<laughs> 僕、あれなんですよ。<う>始まる時に、オファー来るじゃないですか。チームから、スカウトが来て。僕じゃ、あサッカー選手になる。 って言ったら、うん、あんた何考えてるのってなんですよ。うん、本当に、あの、大学行って勉強しなさい。うん、もうその先の人生長いんだからって言われて。いやいや、サッカーでも学べるし、俺はやるって決めてるからやるんだって言ったんですけど。一番のサポーター、サポーターだった母親が。一番反対したんですよ。そう、だから、それキャリア開発やられてるんですよ。だから、やっぱ本田選手とかね、中田選手とかも。だから、アスリートって、僕二つに分かれてると思ってて、今の慶太さんの話もそうなんですけど。その。アスリートで。 入れる時間を俯瞰的に見れる人ともうアスリートだけだっていうふうに目の前でそこだけだってこの,この2つ A か B なんですけど<ー>この目の前しか見えない人が本当にアイデンティティクライスになるから<ー>ここにはキャリア開発支援プログラムは手厚くいく必要があって俯瞰してる人はまあこういう言い方ああれですけどほっといてもちゃんとプロティアになる。 イ太さんみたいにこう俯瞰で見れる人っていうのはお母様がそういう教育されてたとかやっぱ何かしら大人の一言とかそういうのがやっぱ影響してる絶対聞いてくると思いますやっぱ小学校の時に、ねうん、J リーガーさん来てくれていやうちら、俺ピッチでやってるけど、うん、この先10年後20年後も、ね、活躍したいためにこんな準備もしてるぜとか言うと、うん、あれ、J リーガーってその先もあるのかなとか思う,、ね、うじゃないですか僕全く現役時代俯瞰的に見れなかったんですけど。 <laughs> あのプレーヤーとしてはですね <laughs> でもやっぱサッカー以外の人と話すことが多かったんです<ー>逆に僕サッカー界の人たちと付き合うというよりもいろんな職種の人と話してああそんな面白いことなんだ面白いことなんだっていうのをちょっと学ばしてもらってたのはありがたかったかな<ー>でも大人にいる岩正さんはあの サッカー界でいうと知的で有名なんですよねこんな<ー>こわもてなんですけどそこを僕すごく興味あって今日すごく楽しみにしてきたんですよ、はい、はい, <laughs> いう振り方してくれますね <laughs> ありがとうございます <laughs> いやあの僕プロティアンという言葉がしっかりきましてあのまあ自分でこのも自分ででもなんですけど僕はプロティアンだったんだなとあの僕のキャリアをデュアルだっていう人がいたんですけどよく言うんですけど僕はデュアルだと自分で思ってなくてプロティアンだったんだと。でそれは 僕はもともと山口県の周大島っていう島で育ってあのサッカーなんてものは全く何ていうんですかね才能に恵まれなかったですから、まあ、両親が教師で、まあ、そのまま教師になろうと思ってたんですねで教師になろうと思って東京学芸大学に来たらたまたま大学選抜に入るようになってしまってで大学に入ってから当プロを意識したのはで大学卒業するときも実際に僕は J1 であるならば行こうとでも J2 レベルだったらもう教師になろうと思ってたんですけど、まあ、その時の選択で まあ一旦プロに行っても教師にはなれるけども教師になってプロにはもうなれないのでじゃあいプロを選ぼうということでプロを選んだだけの話でプロを目指して育ったわけでもなければその先もそんなにの長く帰ろうとはそんなに考えてなくてでその最初にプロに入って3年間たったあたりでなん、まあ、となく歌手まで試合に出られるようになったのでじゃあ今度は日本のナンバーワンを目指そうとで日本代表だったり J リーグの優勝だったりを目指そうというところで、まあ、目標を定めて34年やって。 そこでまあそれも達成できたのでまた次のキャリアが始まるもう少し J リーガーや,やろうかなというところで、えー、鹿島の少し役割が変わってベテランの役割として若手をこう、まあ、僕は教師の血を血引いてますからね <laughs> あの若い子たちをどう育てようかみたいなところが始まってそれを3年ぐらいやったんですけどそれでそろそろ引退しようかなと思った時に今度は他の人が選ばないキャリアの歩み方をしようと<ー>いうことを考え始めて。 で鹿島から対談しようと思った時に、まあ、みんな大体鹿島から J1 の下の方に行ってそこから J2 に行って J2 でだめだったらか、まあ、東南アジア選んでみたいなことをするんで、うん、僕は一気に東南アジア鹿島から行ったろうと思ってですねでそしたらどうなるんだろうつ,つまりバリバリ体が動く段階僕、まあ、は32だったんですけど、うん、32の段階で東南アジアのレベルを落としていくと外国人選手にも関わらずチームの中心にならなければいけなくて、うん、でチーム全体を動かさなきゃいけなくてってなると。 外国人で文化も違うううらをどうマネジメントしようかってうことで始まるんですよこれがすごい楽しくてあの、まあ、難しかったんですけど、まあ、でもこれもうまく1年で成功したんで成功したんで今度は日本に今度は帰って今度は日本人をマネジメントしようとそうすると J1 ではなくて新しいクラブだなっていうことでファジアーノを選んだんですけどもでこれを2年間やって今度はもっと落として社会人リーグでやったりとか、まあ、ちょっといろいろ続いていくんですけどもその。 タイに行ったあたりからは今度は引退後のことがはっきり入ってきたので、えーまあ、最初のきっ,とっかかりはブログを書き始めたんですけども、うん、今でこそあのノートとか入り始めてみんな自分の思想なみたいなことを書き始めましたけど、うん、僕はその10 2013年から14年にかけてに14年に行ったんですけどもその時ブログをみんな書いてるぞと言われて僕それまでインターネット全く知らなかったんですけども、うん、ブログを書いてる。 って聞いてブログって何だってすごそのその聞いたら。ら、うん、ブログってのはみんながだいたい生活で何飯食ったとか <laughs> あの今日何したみたいなの書いてるよって言われて、僕のタイの生活を書いてもつまんないだろうと思ったので、じゃあ僕の10年間のカシマでのキャリアを書いてみようと思ったんですよ。で文字にしてみたら面白いんじゃないかなと思ってブログに書き始めたらこれが受けてしまって、でそこからじゃあ スポーツ選手はみんなあの本を自分で書かないぞという話を聞きましてまあライターさんが書きましたね普通は。でそれを聞いた時にあ自分で書いてみようと思い始めてで本を出すようになってそうすると最後の方は岡山でプレーをしながら本を書いたりとかえが始まってでそこから社会人リーグに入って今度は選手をやりながら社会人リーグなんで他の選手も仕事しながらサッカーをしてるんでよしじゃあサッカープロサッカー選手としてお金もらいながら。 他の解説とか指導とかも全部本も書いたり全部一緒にやっちゃおうっていうのが始まってそれを2年間やりましてとなんか聞いてみると確かにそうでで僕は別にデュアルのことを考えたわけでもなくて自分の今その時の立ち位置で何をしたらまあ面白いとか自分が面白かったりあるいは他の人と違ったりあるいは将来につながるものだったりっていうところを少しずつ作っていったらなんとなく外から見ると面白いねとかデュアルだねとか。 言ないす僕はデュアルのイメージが全くなかったのは今日は初めてプロティアンっていうことをプロティアン認定ですね <laughs> いやいやいやもうこの言葉を使っていきたいと思いますいか今ポイントがあるなと思っててキャ<ー>キャピタルって考えるんですよねキャリアキャピタルでこれキャリアキャピタルっていうのはみんな同じものを持ってるとキャピタルのバリューが入ーないんですよなので他の人と違うところに行くとかうん、うん、ライターが書いてるときに自分で書くとかーピークがまだ保てる32歳で 戦略的転用というか我々考えるんですけどそういう思考を持つには何かあるんですかプログラムみたいな。いやここはね多分ね開発したらいいと思う支援したらいいと思そういうモデルがいらっしゃるよっていうふうに聞いたらあそうなんだって考えれるようなアスリートってたくさんいると思うんですけど確かにそのおかげというかこの23年ずいぶん増えましたね社会人リーグでプロとしてプレーをしながら他の仕事をしみ始める。 でそれでで少し,りしりをつけたようなキャリアですねうん、うん、僕もだからファーストとセカンドがばっさり分かれたわけじゃないんですけどそういうつもりも僕はなくなんとなく乗りしろをつけて引退までしましたけども、まあ、そういう人も増えてきましたねやはり。いやなんかアスリートのね24時間ってちゃんと見たらいいと思うんですけど例えばプロのサッカー選手だってずっとこうピッチにいるわけじゃないじゃないですか。ということは僕もね結構引退見て分かってるんですけど。 ゲームは悪いってい意味じゃなくて、余暇の時間に違うことやってたりするわけですよ、ゲームとかやってたりするわけ、うん、その時間に本を書くとかね、はい、次のキャリアキャピタルを形成するために時間を使えるにもかかわらず、僕は、私はアスリートだからやんないってみんな思ってるんですよ、だからこのメンタルブロックをいかに壊すか、すごいポイントで、うん、最初、そうやって入ってくるからね、自己紹介の時に、僕のセカンドキャリア支援でも、J リーガーでした、勉強してませんでした、だからみんなについていきませんって言うんだけど、ふざけんなみたいな。<laughs> いいや,いや壊すとこ違うじゃんみたいなそれで僕思うのがやっぱり <laughs> はい、あのーね、今話を聞いていて私は本当にこの真逆に近いぐらいの、はい、まあ考えで、まあ、ちょっと時代的にも、はい、あの昔というのもあると思うんですけども本当にあのバスケットを一筋にやって、えー、まずは引退するところまでを考えてずっとプレーをしていてで引退してから、あのー、先のことを考えよう、うんまあ、いろんなことに触れながら自分の見つかるこう ややっっててていいいいいきたたななとうううもののを見つけこうような感覚でやっていたので、まあ、振り返った時には今こう皆さんが話しているように現役の頃からいろんなこう情報をもらいながらで自分も引退先も考えてスムーズにあの先の世界に進めたらよかったなっていうふうにも思いますし、まあ、私はでもそれでもその考えの中で今こうやってあの仕事もさせていただけているのはやはりそこにはサポートしてあのこういうことをやってみないかという話をしてくださる方がいて、まあ、そこでいろんな方を紹介していただいて。 という形だったので、まあ、一番はやはやりその意識改革っていうんですかね、うんうん、やはりあの選手だけっていうのではなくてその先も考えながら人生も考えて、うん、もういける時代になっていけばいいなと思いますし、まあ、SNS とかいろんな先ほども言われてましたけどいろんな考えも入ってきたりする時代でもあるのであの自分たち、まあ、選手たちもそういうふうに少しずつあの自然とです、ね、変わるような状況はあるのかなと思いますね。うん、だからまた今こううやってて話が出てるように 周りの方たちが、あの、考えてあげたりとか、サポートする、いろんな情報を入れてあげるっていう時代になってきてるのは。まあ、私は今すごくいい時代になってきてるなとは思います。なんか、原田さんから見て、はい。啓太さんと岩松さんって、やっぱり、ちょっと違うなと思います。いや、違いますし、あの、やはり、こう、受け身ではないですよね。自分からいろんなことを考えて、あの、こういうふうにやっていきたいなとか、あと、やはり、いろんな方との。 あのバスケ私はバスケですけどもスポーツ以外の分野の方たちとも接点、まあ、を持てるっていうことは,やはりこういろんな考えが入ってくるんだなっていうのはすごく感じましたね、うん、なんか時代があると思うんですよね、うん、そのスポーツやってた人間選手だった時にそれ以外やるなっていう時代があって僕らの世代ぐらいからなんとかちょっと認めてもらうっていうか認めてはもらってないんですけど、まあ、僕はやっちゃったみたいな。 こととかもあったので時代がねあとはの時代もあると思うんですけど僕なんかは企業でアスリートをこう逆にお預かりして企業さんに紹介したりだとか、えー、お預かりしてこう一緒にこう育てていくっていうことをやってるんですけど結構気づいたのがやってこられた競技別のそのお仕事の特性ってだいぶ出始めたんですね。 やっぱピンで一人でやっている陸上の子たちって、えーまあ、たまたまかもしれないんですけどやっぱ一人で孤独に打ち勝って粘り強くやる力を持ってるんですねでもサッカーとかバスケとかチームスポーツのメンバーたちをちょっと孤独にさせていくと弱っていっちゃったりするんですよ、ね、弱いですからね一、はい、人に弱いですよですねはい、はい、あの仲間やはり大切ですね <laughs> だゴルフとかやってるとね 誰も助けてくれない。孤独になっちゃいますアスリートでね一つ僕あのキャリアのやって特徴的だと思うのはそのアスリートの経験とパーソナリティー経期が重なるんですよだから競技特性とパーソナリティっていうのは結構シンクロするんですつまりアスリートでかト,ップトップで活躍するっていうのは絶対小さい幼少期からやってるんでそうするといわゆるこうまあ あの13歳以下までにね神経系を開発するとかよくいるじゃないですかそうするとあのパフォーマンス高くなるみたいなそうするとその性格形成期とあ競技特性っていうのはシンクルしといった上でアイデンティティが形成されてくるんでやっぱり競技特性って出てくるでもプロティアンで考えるならばまあそれもアダプタビリティで変えていけるっていうか変えていけるよっていう勇気を持たせてあげるサポートってすごい大事だと思う、うん、でもそうじゃないと僕はこれしかできませんとかそう思っちゃうんだよね,、うん、よね本人が。 ね、だから多分このの多の先生こうテーマに入っていくと思うんですけど、はい、<laughs> なので、こういうことが理解されてくると小さい時のスポーツ指導者の役割とかって結構重要になってくるんですよねよ野球で言ったらこう野球選手ってこうやっぱ指示を 1, 1球ずつ指示を受けて動くっていう,うん、うん、なので会社入っても僕の指示よく聞いてくれるんですよ。<laughs> <laughs> だけどあの自由にやってくれよっていうといきなりちょっと動きが止まっちゃったりとかするんですねだその辺は例えばじゃ野球を指導していく方々が理解して小さい時からやっていただくと変わってくるってことですよね、うん、変わるだから一人の単独競技陸上が1 0 0トルとかやってる場合だったらそれをやってる7名がいるんだったら7名をチームワーク考えようねってやれるわけじゃないですかだからそこってマネージメントの施策も入れるしやっぱりまああのキャリア開発支援としての 監督とかね、コーチとかっていう風なやっぱり立場もあると思うんですよ。だからその競技のことだけ教えるんじゃなくて、やっぱりこう人間形成、キャリア形成としての監督、コーチみたいな。あの。 この前あのバスケ指導の方でまあ勉強してたりまあやってるあの人に聞いたんですけどもまあその指導していく中のセミナーとかの中でまあセカンドキャリアとかまあその先のことも考えるというような指導というところはなんかこう指示が出ているって話は聞いたんですけどでもその先生方があのそれを伝えるのかどう伝えるのかっていうのでもやっぱり変わってくるのかなっていうのはすごく感じましたね。 1>, はい、1つ目のテーマも大変盛り上がってますけれども2つ目のテーマ参りたいと思いますこちらです今社会が求める人材像とアスリートの現状そしてアスリートを取り巻くステークホルダーの役割ということで、えー、まずは田中教授お願いします、はい、ちょっと簡単になんですけど、まあ、先ほどの,あのお話私からのお話でもお話しさせていただいたんですけども例えば、ね、企業側は、ね、あの今までのモデルは組織の中でのキャリア形成だったわけですよ。だけどその今、うん あのビジネスシーンも変わってて、やっぱり副業解禁とかね、兼業、あるいはフリーランスだって言ってるわけじゃないですか、つまりどういうことかって言ったら、ビジネスシーンにおいて,あってビジネスパーソンが変わっていく必要性をみんな感じてるわけですよね、な,なんでかっていうと、例えば GDP で見てみれば、やっぱりメガカンパニーって日本ってなかなか残ってないよねって話になるから、もうこれは結果として、われわれは変わらなきゃいけない時代を迎えてるってことは、もう誰もが知ってるんで、もうエビデンスに基づいてるよと。 そういった中で、じゃ、あどうやって変わっていくのっていうところが、まあ、一つポイントだと思うんですよ。でも、さっきの第一部のあったように、なかなか。とはいえ、変われないよね、みたいなところがあって。やっぱり、そこに向けて、変わっていってもいいんだよね。いろいろ変幻できるんだよねっていう。キャリア開発支援っていうのが。やっぱり、これから求められてると思うんですよね。で、例えば、海外とかだと。まあ、あの、よく、まあ、僕なんかは、ユーチューバんで、カレッジスポーツなんかがあって、結構トップクラスがいるんですよ。で、トップクラス、でそのままプロ一個か、まあ。 いわゆるステートリーグにいく子ぐらいのトップにしたってものすごいいわゆるビジネスリテラシーとか基礎リテラシーに関するまああの学習継続的学習をやってますでこれはまあ大学人としては反省でもあるんだけど僕自身なんかはそのアスリートの学生が入ってくるとあの絶対に言うのはアスリートだからできるアスリートだから地頭がいいアスリートだからそういう変幻力が高いよって伝えてあげるそうじゃないと。 今の学校文化だとね日本っていうのはなんか期末とか中間とかあるじゃないですかそうするとアスリートやってる人って大抵だからいわゆる学校の客観的指標である500点満点中の5教科の点数とかだとちょっと低かったりするわけだけどできないんじゃなくてそれは時間のマネジメントとしてできなかった配分でねできなかっただけにもかかわらずアイデンティティとしては僕はスポーツしかできないみたいな時代が出てきて。うん もうこれが嫌で嫌でしょうがなくて、うん、本当にあのアスリートでありながら弁護士やってるとかアスリートでやりながら医者やってるとかもちろんアスリートやりながら大学教員やってるっていう人たちがもう世界で本当にたくさんいるだからそういう人たちに皆さんもなってるけど、うん、そういう人たちをやっぱ増やさなきゃいけないんだよねだからキャリアモデルとして啓太さんはやっぱり代表だったし今起業家として成功してるとかね山本さんはも本も書いて今今度ねもし次の転換の話を。はい もしお話できればと思うんですけどそういうふうにこう変幻していくってことをやっぱり伝えていくと先ほどのケイトさんの話じゃないけど時代って変わっていくし企業側は変わってくるからこそなんかこう社会を求める人材に適応できるのは実はアスリート経験をしている人たちだよみたいなポジティブメッセージまで打てると思うんですよね実際にそう感じるしねまあでも実際本当そうですねだからうちはもう逆にスポーツを ビジネスにしているので、えー、採用した時の今ほとんどの会社さんの企業の悩みっていうのがまあ多分、あのー、先ほど経団連の方,、ね、方も言ってましたけども,、はい、もう障害雇用というか逆に雇われる方がもう途中で辞めてしまうとせっかく1年教育したのにえもうまいなくなっちゃうのみたいなことが起きるんですけど逆にアスリートってこう粘り強く一つのプロジェクトを達成するまではちゃんとやってくれる。 っていうそういうなんか良さを持っているんですね。で、逆に持ってないそのビジネスマインドアスリートって言いますけど、逆に言うとアスリートマインドを持ってないビジネスマンをどう教育していこうかっていうのが逆にテーマで<う>正直苦戦というか多分どこも苦戦しているんだと思うんですね。そ,<う>その点でいくとなんか僕逆にも素直に聞きたいのがトップアスリートのこの3方にアスリート とって俺たちこういうところがいいぜっていうポイントってあります。これは絶対負けねえみたいな。やりきる。うん、やりきる。グリ,ね、グリッドですけどもここは<い>多分もう自分の目標を定めたらそこをやらないと気が済まないんですよ。うん、もうだからそのために、まあ、別に犠牲とまでは言わないですけど、すべての生活の使用を変えてしまうぐらいのやっぱこう強い探求心みたいなのがあるんですよね。ある、うん。多分。うん ね、そういうのってビジネスにおいてしい、ね、悔しくて悔しくて寝れないっていう人ももちろんいると思うんですけど例えばサッカーの場合ってそういうことがあってでももう翌週の土曜日にはまた試合があってでまたそれ切り替えなきゃいけない、うん、なんかそ,そういう一喜一憂できないわけですよね。もう今のののののさんの多分世の中の企業の 人事部長が聞いてたら、全員採用ですよね。ありがとうございます。<laughs> 原田さん、どうですか。<laughs> よろしくお願いします。はい、まあ、振り返った時に、まあ、私自身も、こう、本当に諦めないでやる心というか。まあ、そういう気持ちがすごく、強くあったかなというふうには思うんですけど、あと、負け,負けず嫌いでもありますし。で、やはり、こう、なんか、困難にぶつかった時に、ちょっと、こう、プラスに、前向きに考える方法を。ポジティブ、ね。まあ、自分で、こう、み。し 見つけていく力とかそういう方法は知ってるんじゃないかなというふうに思います。もう最高に欲しい人材です、ね、本当に <laughs> 岩正さんどうですか、ねまあ、い,いくつかあると思いますけどもあの、まあ、僕がサッカーにおいて言うんであればあのやはりチームの監督さんがいてでその中にでも特にプロであるともう横一線のレベルの選手たちがいる中で自分の特徴を見せていかなきゃいけない。このバランスを もう常に測りながらプレーしてるわけですねつまり監督はこういう戦術でやってくださいっていうところをやらなきゃいけないんだけどもそれを「はいわかりました」でやってるだけだと他の選手でも良くなっちゃうのでじゃ自分だからできることは何なのってことを上積みさせなきゃいけないでもそれはチームがやろうとしてることから逸脱してはいけないみたいなここのこうバランス感覚というかそういうものはもう結果を出さなきゃいけないしで結果を出し続けないと仕事終わっちゃうしってところのもう切羽詰まった中で毎週試合をするんで。 そういういところのちょっとしたところの、まあ、相手のことも監督のことも考えるしチームのことも考えるし味方のことも考えるし、まあ、相手のことも考えるしみたいなことは、まあ、養われてるかなと思いますねだからすごいですよねだから言われてやるんじゃなくて考えて自らこら動いていくっていう,もう多分皆さん、今日この後ネット検索であの一流企業が欲しがる人材って検索していただくと今、お三方が言われたものがもうトップに入るわけですよね。 でも残念ながらそこが田中先生が言うようにまだまだこうプログラムとしてプログラム化されてないというところなのでこれが必要になってくる、うんですよねだからあのアスリートってやっぱり強みがあると思ってて結局 PDCA 回した時の責任を取らざるを得ないじゃないですかだって決まっ期日が決まっててここでピークパフォーマンスを出さなきゃいけなくて出さなかったら反省なわけですよでこれのサイクルが他のビジネスパーソナルよりも強度が強くて早いってことでこれに この中であのパフォーマンスを出し続けている人たちっていうのは絶対的に他の人たちよりもその経験学習の速度が速いんで転用できるんですただし足りなないのは言葉なんですよねコミュニケーションはできんだけどそれが戻ってくるときに「いやえっ、ー、とずっと頑張ってましたで」ってなっちゃうから「いやそこで何を得たの?」って言われたときにちゃんとこういわゆる我々のようにまあ普通なビジネスパーソンとしての 基礎リテラシーがあれば会話ができるわけだけどやっぱり今見てると、まあ、ア,メフト部アメフト部です名前書くから成績くださいみたいなやつがいるわけそれは許さないって言ってるんですけどアメフト部だからアメフト部の感性で解いてみろっていうところまでキャリア開発するかどうかなんですよねでここがね結構難しいかなってなんか僕そこで思うのが PDCA を早く回すことができるあのアスリートたちでそれなぜかというと多分 週例えばサッカーで言えば週末の試合っていう確実にサイクルが決まってるんですよでもビジネスとかになってくると、まあ、マラソンだとかよく言われるじゃないですか終わりのないマラソンみたいなの言われますけどこう僕も自分でやってて思うんですけどその一日一日とか1週間ごとにその白黒はっきりしないっていうかであとは外部環境もあるし。 これはなかなかか難しい強制的に結果を出させられるっていうのが僕結構ポイントだと思っててそれをじゃあどうやってアウトプットとしてこう、まあ、周りがサポートできるのかっていうのはポイントななのかなと思いますよね、うん、僕もさっきあのお話しされててよくあの僕は今、中高生の指導をつしてるんですけどここはあのサッカー全く強くない共学になった2年目が高校で,ですねあのサッカー本気でもない子たちを。 いかかにに本気にするかみたいなことをやってるんですけどで来年からはある大学であの教員になってサッカーも持つつもりなんですけどもでちょっとこう教育的なところを見てた時にこの子たちを J リーガーに育てようとは僕全く思わないんですよね。で選手をプロサッカー選手を育てるていうよりもこの子たちがサッカーを通してそうどういう人間になっていくのかってことをすごく興味があってでその時にやっぱりどんな能力があったらじゃあサッカーにおいてもいいし。 でサッカーでそれを本気でやってたら将来の,その社会に出た時にも役に立つかみたいなところをずっとこう考え始めてて、うん、でその時にやっぱり先ほど出た言葉なんですよねで鈴木啓太選手あ、選手じゃないもうケー太もそうだし <laughs> 僕もそうなんですけど僕らはあの言ってもサッカーの時にすごくよく喋る方でそれはプレー中もそうですし味方に対して伝えるとかあとはメディアの前に出てちゃんと今日の試合について喋るとかはる、はい、この経験をずっと繰り返してると。 なんとなく喋れるようになっててサッカーのことが分かるようになってそうすると人とのコミュニケーションができてってこれってなんか僕いろいろこう今の,あの若い子たちはいろんな情報が入ってきてセカンドキャラなども考えなさいいろいろやりなさいって言われるの、まあ、確かに分かるんですけどプラスしてやっぱりその今やってるサッカーという競技に対してあるいは自分のチームのチームメートに対してちゃんと内側見てしゃべる。あの 真剣に向き合いいなさいっていうことですねそこをやらずにチームの中で発信もしないのに外に対してすぐなんか負けた後に次頑張りますって発信ばっかり外ばっかり考えてるそれもうちのことがもっと大事にあってやっぱサッカーをするってチームのスポーツで、うん、そこでちゃんと言葉にして次に対しての課題を見つけて<う>でどのタイミングでこの子に対して声かけてあげたら、うん、この子がうまくいくのかとかそれに向き合うことがおそらくどこの仕事に行ってもあるいは僕も今解説とか指導もしてますけどそっちに行ってもそのままつながる話で。 そしたらもうサッカーやることが未来にもつながってくれるよっていうことがなんかちゃんと伝わってくれるとすごくいいのになって特になかなかこうトップレベルの選手はそれはできるんですけどそうじゃない子たちに。 そういうものも、はサッカーにおいても大事だし、そうじゃないことも大事だよってことが伝わるだけでも変わるのかなっていう気はしますね。今言<は>えるの好きだよね。<laughs> 我々。我々。そうそ好きだよねそうそうそう。ここは好きなんですけど。でも、ね、いいすごい珍しかったでしょね、珍しいタイプだったんですよ。いや、だから、学生でもね、結局、今インターンとか行かせて、何をするかなんですけど。その言語化のトレーニングをしてるんですよ。つまり、アウトプットさせるっていうのを、これキャリア開発支援で、絶対やらせた方がいいんですけど。その例えば、研修を受けて。 コミュニケーションスキル学びます、名刺交換とかやったって全然こうキャリア開発にならなくてそんなのは覚えればよくて何をしなきゃいけないかだけど自分が今どういう状況に置かれてて何を考えなきゃいけないかっていうのを言語化するってことです、うん、でこれを徹底的にやる、それは SNS でもいいんですよね、うん、発信させる、うん、そうすると何が起きるかっていうと聞くだけのインプットじゃなくなるから回転し始めるんですよね、うんうん、だからプレーしてても、多分ん啓太さんとか山本さんは違う視点で見てたと思うんですよ。うんうんうん 喋る人はアウトプットするためにインプットしなきゃいけないしそうそそうい,うい,うういうことですよねす循環させる私はどちらかと,いうと本当にお二人と反対の形で喋ってしまうんですけども <laughs> 本当にあの言葉が足らない方だったんですね選手の頃から。でもその,、まあ、その現場の中で言うとじゃあ子どもたちに教えるとかすることだけでも言葉で伝えなきゃいけないじゃあなどういうふうに伝えなきゃいけないかとかいろんなことを考えることにもなったりするので,でやっぱりなんかそういうこう。 場でああっったりととかか伝える指導法てすねそです。その岩松さんと今ね原さん言われたこう子どもたちに教える場の,その環境ってどうなんですか岩松さんとかだったらねその中学高校をサッカー教えに行くっていうなんかサッカーというのを通じて行くことができて大学のまあ先生になれたから教えられると。で今じゃあ小学校でいったらまあ教科書があって体育っていうのがあってどこにその それを教えに行く隙があるのかっていうところが結構疑問だったりするんですけど。確かにそうですね。まあ、僕の場合は今の中高生は外部指導員という形で、もう部活の時間だけ行って指導させてもらっているので、まあこういう形が少しずつ増えるのかなという気はしますけども、まあそこの学校との連携は僕正直そんなに取ってなくて、うん、まああの職員の集まりがあれば行くぐらいのもので、あのサッカー部で独立してやらせてもらってますけど、ただまあやはり学校まあそうですね、部活でもあるし僕はやはり J リーガーを育ててるわけじゃないので、あのさっきの。 ケイトの話もありましたけど、僕は子供たちに言ってるのはとにかく基準はかっこいい男になろうという話をしててでかっこいい男になるための今サッカーをやってるとサッカーでじゃあ今、例えば、えー、今日ボール回しがうまくいきませんとい時にそのまま、うじうじ何も喋らずにプレーしてるわけですよ。かっこいいか、それとお前ら大人にな,人になってなんかその組織がうまくいってないのにそのままなんとなくやってやり過ごしてでそのまま練習終わっていくと。 ダサいなっって言っちゃうんですよ<ー>そしたらそしゃべったほうがかっこいいよねとしゃべって解決してうまくいったらこれかっこよくないっていう基準が最初にパンって僕は提示しながら話すんです、まあこれはどっちかというと教育的なものなんだと思いますけどでもそれが僕にとってはサッカーのにおいても大事だと思ってるんですけどねすみませんちょっと話が変わりましたねすみませんいやあなんかアスリートってやっぱりこう継続的インプットは強いと思うんですよねずっと修行僧というかずっとこう鍛え続けてるみたいな。 でこ,ここををギアを変えてあげるだからキャリア開発支援プログラムを動かすならばやっぱり何でしょう思い切って例えば18歳ぐらいからは言語科だよとかっていうふうにして今のアスリート経験つ続けていってもいいけどこれ発信しなとかねなんかそれぐらい先ほどの強制的な PDCA を回すようにし,していくと多分これからビジネスマインドアスリートっていうのが増えていくし。 なんかそういうところにつながっていくと思うんだけどそれをやってないとそこの練習してないといきなり引退して次っていうふうだと言葉が出ないいから苦しいよね失敗をやっぱこう許容するというかちっちゃい失敗をやっぱ許容していかなきゃいけないですし引退後に大きな失敗になってしまったらもう難しくなってしまうじゃないですか。 そこでいうと、まあ、そのデュアルキャリアというか、まあ、そういう,こうプロティアンみたいなところでこう考え方っていうものは少しあの周りの,そのステークホルダーっていうところでいうと、ですね、役割というところでいうと、やっぱり失敗させるっていうのは、もしかしたら重要かもしれないですよね。ありがとうございます。